今回はくるりんぱと三つ編みで作るヘアアレンジです。表参道夏夜ヘア、スタイリストの川代が解説をしていきます。今回はくるりんぱと三つ編みを組み合わせてできるヘアアレンジのご紹介です。くるりんぱをすることで編み込み風にも見えるので、パーティーなど華やかな場面にもぴったりです。結ぶ時のポイントで毛先は抜かずに丸めておくとピンが留めやすいのでおすすめです。ぜひ最後までご覧ください。今回用意するものはゴム4本とピンです。飾りピンやバレッタがあるとおすすめです。髪の毛をまとめやすくするためにヘアオイルを髪の毛全体になじませていきましょう。髪の毛を縦4つにブロッキングしていきます。耳後ろと後ろ真ん中で左右に分けてそれぞれ結んでいきます。ざっくりと分け取った方が分け目が見えずにまとめることができます。後ろを結ぶときはなるべく下の方で結んでいきましょう。指1本分開けるとくるりんぱがしやすいです。サイドを結ぶ前に遅れ毛を出しておきましょう。もみあげ、こめかみ部分を遅れ毛として残しておきます。顔周りを下ろしておくことで小顔効果が出てくれます。サイドを結ぶときは後ろに引っ張りながら耳後ろあたりで結んでいきましょう。全体を4つに結び終わった状態です。結んだ部分をすべてくるりんぱしていきます。サイドはなるべく後ろに向かってくるりんぱをすると後でまとめやすくなります。次にくるりんぱをした部分をほぐしていきます。結び目を押さえながら下から上に向かって少しずつほぐしていきましょう。ほぐし終わったら下の毛束を三つ編みにしていきます。毛先までしっかりと三つ編みをしていきましょう。三つ編みができたら下から上に向かってほぐしていきます。下から上に向かってボリュームを出すように少しずつほぐしていきましょう。毛先を結ぶときは毛先を抜き切らずに丸まった状態にしておきます。後ろで結んだ部分も左右それぞれでくるりんぱをしていきます。くるりんぱしたら下から上に向かって少しずつほぐしていきます。細い毛束を引き出すように少しずつほぐしていきましょう。トップに向かってほぐすことで全体の柔らかさが出てくれるので可愛いです。次に下の毛束を三つ編みにしていきます。きつく編むことで後でほぐしても崩れにくくなってくれます。三つ編みした部分をボリュームを出すように少しずつ下から上に向かってほぐしていきます。毛先を結ぶときは毛先を抜かずに丸めておくのがポイントです。次にサイドの毛束を後ろのくるりんぱした穴の中に通していきます。通せたらそのまま反対側に毛束を下ろしておきましょう。反対側も同じようにサイドの毛束を後ろのくるりんぱの穴に向かって通していきます。通せたら反対側に引っ張りながらサイドの毛束を留めていきます。ゴムやピンが見えないようにくるりんぱの下で留めていきましょう。襟足でしっかりと左右交差させてピンで留めていきます。反対側も襟足に沿うように留めていきましょう。毛先を丸めて結んであるので留めた時に毛先が見えないのでおすすめです。残った後ろの三つ編みの毛束も交差させて左右で留めていきます。耳後ろの部分で留めておくと綺麗にまとまってくれます。留めるときはくるりんぱに向かってピンを打っていきましょう。
しっかりとまとまってピンも見えにくくなってくれるのでおすすめです。留め終わったら正面から見て左右のバランスを整えていきましょう。今回はすっきりまとめるためにもみあげの遅れ毛を後ろでまとめていきます。毛束をねじっておくとまとめやすくなってくれます。三つ編みの下を通してピンで留めていきましょう。中に向かってピンで留めていきます。最後にバレッタや飾りピンをつけて完成です。編み込み風にまとめることができるので華やかなシーンにもぴったりなヘアアレンジです。いかがでしたか？この動画が少しでも参考になりましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。